西川隆之は、北海道札幌市出身の日本の男子、プロバスケットボール選手である。196センチメートル、88キログラム。ポジションは、スモールフォワード。B リーグ、茨城ロボッツ所属。父親は、与一郡与一町出身で、元バスケットボール、日本代表の西川博水北海道、札幌市出身。札幌市立幌南小学校から、 札幌市立八条中学校から東海第四高校に進み全国大会に出場卒業後明治大学に進学3年のインカレよりスタメンに定着し同大会では3位入賞に貢献4年時にはインカレで決勝進出敗れて準優勝に終わるも優秀選手賞を受賞した2014年2月14日アーリーエントリーとして レバンが北海道と契約。中学の頃から北海道にプロバスケチームができたら入りたいと思っていたという。2016年9月に B リーグが発足。引き続きレバンが北海道の主力として活躍するも2017年シーズンをもって北海道を退団。翌シーズンからはシーホース三河へ移籍する。2019年オフ3円ネオフェニックスへ移籍。 2021年、茨城ロボッツへ移籍。196センチの恵まれた体格を持ち、スリーポイントやドライブで得点を量産する、オールラウンダー。爆発力があり、1試合で30得点することもある。反面、甲不調の村もある。時にダンクシュートを見せることもある。相性は、日清。全日本代表歴も有する日本工業。 元バスケットボール選手の西川博光を父に持つ。千葉ロッテマリーンズの丘大会は、大学の同期であり、レワンが北海道公式ファンブックで当時北海道、日本ハムファイターズ所属だった丘との対談記事が掲載された。ありがとうございます。